犬神くん、海は好き？そうだな、どちらかといえば好きな部類に入る。そう、それはよかったわ。じゃあ南の島は？南の島か。そんな場所でのんびり過ごせたらと思ったこともある。そう、実は私もそう思ってたのよ。ほう。青い空、白い雲、降り注ぐ太陽、どれもこれもまるで夢の中の世界のようではなくて？ああ、南條の言う通り、日常を忘れさせてくれる光景だ。でしょ？ここは都会の息苦しさから逃れたものの最後の楽園なのですわ。確かに普通の状況ならそう思えるだろうが。南條、残念ながら我々は遭難しているんだ。この物語、無人島で遭難した桃月学園1年 D 組の面々と、それを助けに来て二重遭難した天才ちびっこ教師レベッカ宮本の愛と友情とサバイバルを余すところなくドラマ CD 化したものである。アニポニセカンドシーズン2枚目、美人女教師無人島ぶらり一人旅、魔法少女隊南海の大怪獣。暗い洞窟を抜けた先で教授が見たものとは？メイドも見ましたよ。いや、洞窟を抜けた先で、はい、アニポニ始まるのい、キンキンカモカモなんちゃつか。いいのかよこんな始まりで。 あとサブタイトル嘘だかんね。あん、犬神くん、それは言わない約束でしょ。そんな約束した覚えはないが。南條、現実逃避してんなよ。ああ、芹沢さんの言う通りっすよ。今は私らの置かれた状況を確認しないと。まったくじゃな、たまにはいいこと言うな。南の島でバカンスの予定がとんだことになってしまいましたね。メディアさんまで何ですの？私のせいだとおっしゃりたいの？企画したのは南條だよな。船の手配をしたのもすね。あなたたち、船が難破したのは私のせいだとおっしゃるの？いや、そうは言ってないって。それよりさ、ここどこなのかな。なんかこういう展開だと無人島に流れ着いちゃうのが定番だけど。まさか。そうですわ。宮田さん考えすぎですわよ。そうかな。ああ、どっちにしろ海沿いに歩けばすぐわかるっす。そうですね。もしかしたらどこかの港に着くかもしれません。まあ、まずは歩くとするかの。先生の言う通りですね。ここで口論していても始まらない。ああ、じゃあこの場所にスタート地点の目印を作っておくっす。それじゃあ皆さん出発です。結構歩いたがなんもないの。いや、わしは腰が痛くなってきたぞい。あれ、そんなベホイミが作った目印か。戻ってきてしまったな。そんな、じゃあここは、ここは無人島だ！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 夜だな。まあ、日本と違って星がいっぱいですね。メディア、お前さんはマイペースじゃの。お互い様です、全然。お前ら緊張感なさすぎ。すんません。しかし、チャーターした船が沈没。助かったはいいが、流れ着いたのは無人島か。私たち
うなるのでしょう。まあ当初の予定通り南の島には着いたんですから、一応目的は達成ですね。うわー、何言ってんすか、このスカモンタ。でも学校だって合法的に休めるんですよ。その代わり私たちは命がけだ。学校も休んだ分だけ補習じゃぞい。こんな、とにかく今は助けが来るまで生き延びることを考えましょう。それが賢明だな。はい。それで提案があるんですけど、とりあえず屋根のあるお家を作りませんか。家か。そうっすね、いつ雨が降るかもわからないっすから。じゃあ明日からの目標は家を作ることに決定だな。食料の確保もせねばな。あ、SOS とかも出した方がいいんじゃないか。のろしとかかな。え、そんなこと言ってるそばから船が近づいてきてるぞ。もっと焚き火を盛大に燃やすっすよ。ラジャー何か乗っていますよね。なんじゃ、これを使え。まあ、双眼鏡ですわ。用意がいいですよね。現地で野鳥を観察しようと思って持ってきた。では早速。どなたかこちらに手を振っています。任してくれ。本当だ、なんか近い人が手を振ってる。さらに隣にも近いのが。あれってどっかで見たことあるような気がするな。あ、私にも貸してください。あれ、ちっこい人がなぜか怒ってますよ。ちっこいって言うな。とにかく助かったな。いや、短い漂流生活じゃったの。でも、これであの船まで沈没したら大変ですね。なんだか船の様子がおかしいんですけど。おかしい？おかしいってどんな風に？ちょっと待て、船から黒い煙が出てるぞ。私、今なんか言ったか。おはようございます。皆さん、宮本先生がお気づきになりましたよ。どうやら怪我の方はないみたいっすね。なかなか気づかないから心配したっす。それでは改めて紹介しようかの。新しく遭難したレベッカ宮本先生じゃ。みんな仲良くするようにだ。はーいっす。よろしくお願いします。で、助けに来たはずなのに私も遭難かよ。しまらねえ。僕も言いますよ。さて、メンバーも増えたことじゃし、今後の方針でも立てるか。議題はどうやって生き延びるかだ。ニュースです。海外ツアーに向かった桃月学園の生徒が本日未明消息を絶った模様です。詳しいことはまだ何も分かっていません。それでは次のニュース。田中さんの家で生まれた可愛い子犬ちゃんを紹介します。宮本先生の持ち物はこのラジオだけですか。なんか文句あんのかよ。なんで遭難した時に役立つものとか持ってこなかったんですか。天才でしょ。遭難すること前提で来るかよ。じゃあ星座の位置でこう場所とか分かんないの。天才なんだろう。まだ昼間だ。潮の満ち引きを計算して劇的な脱出方法を思いついたりしませんの。天才ですし。そんなのすぐ思いつかないって。それなら自慢の嗅覚で美味しい食べ物を探し出すとか。天才だから。俺天才関係ないだろ。天才も案外不便ですね。つまらんの。うるさいうるさいうるさい。持ち物はラジオだけだし、ここがどこかなんて知らない。脱出方法があるならお前ら置いて帰る。それから美味しいものは全部私のもんだ。あー、切れやがった。
生徒を置いていくなんて教師の言うことですの。美味しいものを独り占めするのは良くないです。話がずれてってるような。そうっすよ、宮本先生をからかうよりももっと他にすることがあるっす。そうだな、まずは水場の確保と火も手に入れよう。それと全員の所持品をチェック。壊れた船からも何か役に立つものが見つかるかもしれない。なるほど、これは手分けしてやった方が良さそうじゃの。では私が船の方に行きましょう。誰か一緒に来てもらえますか。じゃあ私が行くっす。私もご一緒しますね。犬神、メディア、ベホーイミが捜索班と。じゃあ私は荷物検査な。じゃあ私も荷物検査の方で。はいはい、宮田も荷物検査したいです。宮田セレザーがこっちと。わしは食料と水場の確保をしてこようかな。残っとる難所はわしについてくるんじゃ。私がですか。ほりつべこべ言うてない。ではそれぞれに分かれて作業を開始しましょう。みんなで生き残るぞ。ほんじゃ早速荷物検査だ。お、さすがは優等生。犬神のカバンにはキャンプ用品がぎっしりだ。あいつクールな顔して実は盛り上がってたのか。ほんで次は。はい、私のです。お、水のボトルか。とりあえず飲料水確保だな。いえ、違いますよ。これはペットのミジンコです。海に返せ。いやー、次次。お、なんだこれ。うわ、それ私の。また着ぐるみかよ。うわ、こいつこれしか持ってねえ。うんうん、当然よ。芹沢さんも役に立たないです。お前に言われたくないわ。生き残れるのか。みそうさです。うさぎなので何も持ってません。すいません。非常食が1と。え、冗談ですよ、冗談。当分はそうだ、冗談だ今のところはな。船からいろんなものが流れ着いているな。ん？工具セットを見つけた。これで木を切ることができるな。おお、それはいいもの見つけたっすね。うん、これで本格的に家作りができそうだ。こっちには釘がいっぱい落ちてますよ。いいことは重なるものだな。うん、そうっすね。私は何かと便利なピアノ線に、あとも持ってるし。わっ、そういえばマグネシウムリボンもあるっす。立派なワイヤートラップが作れますね。これで敵の侵入にはバッチリ対応できるっす。君たちはここを戦場にする気か。なぜ私だけこんな。あの、食料を探せとおっしゃいますけど、ここにはコンビニもデパートもありませんのよ。ほれ、文句ばっかり言うとるともう日が暮れるぞい。分かってますわ。この辺りは魚を取るのにちょうど良さそうじゃの。ですけど釣り竿がありませんわ。釣り竿なんぞすぐ作れるぞい。それにな、釣り竿がなくとも魚ぐらいこう素潜りで。野蛮ですわね。何を言うか、わしの若い頃はみんなふんどし一丁でな。そういう野蛮なことは先生にお任せして、私は果物を探してきます。これじゃから金持ちやもん。それじゃあ報告。船の残骸から工具とその他使えそうなものを拾ってきました。おお、なかなかの収穫じゃないか。立派なトラップを作ってみせますね。来るなって。それでジジイの方は。魚の釣れそうな場所を見つけたぞ。とりあえず釣り竿を作らんとな。あと森の中で小川とこの洞窟を発見しましたわ。それに果物とお芋がいくつか。うん、明日からここに本格的な住居を作ろう。食料と住む場所は確保できたわけじゃな。で、宮本先生の方はどうかの。使えそうなのは犬神が持ってたキャンプ用品くらいか。
あと全く使えないもんばっかり入ってた。特に宮田。ひどい。私だけ。あと非常食を確保。以上かな。はい、報告も済んだところで夕食にしましょうか。夕食。まともな響きだ。南條さんが見つけたタロイモでスープを作ってみました。明日からまた忙しくなるからの、しっかり腹ごしらえしておくんじゃ。はーいっす。ようやく完成したな、私たちの住む家が。はあ、ちょうどいい大きさの洞窟があって幸いだったな。犬神くんが工具を見つけてきてくれたおかげですわ。ほんの2日ほど出てきてしまいましたもの。案外私たちってサバイバル向いてるかも。宮田何にもしてないけどな。おお、ベッド発見。うい。こりゃいいや。宮本先生、寝心地はどうですか。これ犬神が作ったのか。手作りにしちゃ上出来だ。島の反対側に竹が群生していたんです。便利ですよ竹は。へえ、犬神もサバイバル生活が板についてきたな。落ち込んでても状況は変わりませんからね。宮田何やってんだ。私たちの活動を記録してるんです。記録って、その落書きが。やだな、絵日記ですよ絵日記。私たちの足跡をこの島に刻むんです。即席だ。そのポジティブさをもっと別のことに使え。今日もベッキーは怒っていましたと。完成です。変なこと書くな。はい、皆さん、お食事の用意ができましたよ。今日は何。いつもの芋スープっす。またかよ。文句を言うでない。食い物が見つかっただけでありがたいと思うんじゃん。はい、どうぞ召し上がれ。タロイモのスープです。あー、もっとマシなもの食いたいよ。ポテチとかハンバーガーとか牛丼とか。見事にジャンクフードばかりですわね。現代っ子ですから。嘆かわしいの。あー、もっとマシなもの食べたい。じゃあベッキーの分はいらないな。あ、やっぱ食べる。食べるよ。皆さんこんにちは、上原美也子です。私は今森の中にいます。残念ながらここがどこかは分かりません。目が覚めるとすでに森の中でした。また教授に拉致されたみたいです。その教授の説明によると、どうやらここは無人島らしいです。日本にいるお母さん、聞こえてますか。あなたの娘は元気でやっています。はあ、なんでこんなことになっちゃったんだろう。寝てる間に船に乗せられて、着いた先がこんな無人島だなんて。おまけに食料は現地調達だし。日本のみんなは今頃温かい料理を食べてるんだろうな。ポテチにハンバーガー、それから牛丼。それに引き換え、こっちはバカ教授に連れられてジャングルで野宿。みやこくん、みやこくん。あ、教授どこに行ってたのよ。って、なんで傷だらけなの。なぜかそこら中にトラップが仕掛けてあっての、ピアノ線に触れると釘が飛んできたり木が倒れてきたりするんじゃ。え、じゃあここって人が住んでるの。いや、まあおそらくは前の調査で来た連中が残していったものじゃろう。それよりも、ほれ。なにこれ、スープ。ああ、ジャングルにも芋くら生えておってな。ほれ、その芋でスープを作ってみた。大丈夫なのこれ。なんか色がネズミ色なんだけど。見た目は悪いが、まあこんな場所じゃから我慢してくれ。とりあえず味見は。そう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 。おお、どうじゃ。あれ、
意外に美味しいじゃない。そうか、そりゃよかった。ちょっと変わった味付けね。何で出汁を取ったの？あ、それはあそこらの草の手、いや草をなあのまあまあそれはあの企業秘密やからして。へえ、また餌を取られてます。そう焦ってはいかんよ。釣りとはそういうものじゃ。でも釣らないと僕食べられちゃいますから。食べられちゃう？そりゃ必死じゃの。まあわしは食べられたりせんから関係ないが。釣れない、食べられたくない。食べるぞ食べるぞ。楽しそうですね。お前らさ、遭難してるって自覚はあるのか？もちろんありますよ。一見水辺で遊んでいるように見えて、船が通りかからないか見張ってるんす。本当かな？さあ、そんなこと言ってるうちに船が来たぞ。はあ、今度こそ助かるのね。待ってください、船の上に人影が見えますわ。南城、双眼鏡だ。ナイスタイミングですわ、犬神くん。あら、男性が一人こちらに向かって手を振っていますわね。ライトとかして。げっ、早乙女だ。なんかやったらテンション高いぞ。セリザは私にも見せろよ。うわっ、ほんとだ。頭丸そう。今度も船が沈んだらシャレになりませんよね。メディアン、なんで楽しそうなんすか？おい、早乙女のやつ、なんか言ってるぞ。近づくな、爆発するぞ。え、爆発したよ。あ、船沈んだ。ははは、体育教師早乙女参上。もう大丈夫、もう安心してください。あのさ、どうしたんです宮本先生。船がないと何も意味ないだろうが。臨時ニュースです。行方不明になってから1週間以上が経過し、安否の気遣われる桃月学園の生徒たちですが、捜索隊として同行した教師2人がまた新たに消息を絶ちました。詳しい情報はまだ入ってきておりません。以上、臨時ニュースでした。さて、続いては世にも珍しい岩飛びペンギンの三つ子の赤ちゃんの映像をお届けします。結構可愛いですね。桜子ほどじゃないけど。ね、なんだ早乙女、お前の持ってきた荷物は？ほとんど海に沈んだのでこれだけですね。なんだそれは？知らないんですか？これは大漁旗といって、漁師が大漁を祈願するために船につけるものですよ。役に立たねえ。着ぐるみと同レベルっす。同じじゃねえよ。ただいま。釣りはどうだった？はい、お魚ですよ、大漁です。メンバーも増えたことですし、今夜はごちそうですね。タンパク質万歳。ほらほら、大漁旗役に立ったでしょ。お前に発言権はない。デビバシ、これで僕を食べなくては。いやー、これで貴重な非常食を失わずに済むな。一応キープなんですね。ところで先生はどうした？一緒じゃなかったのか？あの途中から僕別の場所で釣りしてたので。気にするなって、犬神、お腹が空けば戻ってくるだろ。あー、くたくた。なんていうか、この生活にも慣れてしまいましたわね。さすがに1週間以上暮らしてると嫌でも慣れる。水はありますし、案外食べ物にも不自由しませんものね。
一食十の食と十が確保できたから、あと足りないのは、着るものですか？そう言われてみれば、宮田さんもみんなも服がボロボロですわね。芹沢、じゃなくてロボコ、もっと薪をくべてくれ。ラジャこんな状況だと、着ぐるみでもまともな服に見えるぞ。そうですわね。いっそ、こういうのはどうです？こにょ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 。おー、そりゃいい案だ。体育教師、出てけ。私たちだけでやることがある。おい、夜だってのに家から追い出すんですか？これ出てけ。追い出すんですね。ああ、もうひどーい。さて、まずは芹沢とメディアに協力させてだな。みんな、どうしたんだその服は。なかなか素敵でしょ。余った布と葉っぱで作ったんですよ。南の島って感じでしょ。メディアと芹沢が作ったんだ。ここでの生活をするなら、まず見た目から入りませんとね。その通りだ。お前が言うな、ロボコ。僕たちの分はないんですか？そうじゃ、わしらの服ももうボロボロじゃぞ。みんながみんなここに溶け込んだら問題だ。中にはいかにも遭難してますって格好のやつがいた方がいいだろ。そうですか。そうそう、男子の服を作るのが面倒だったとかじゃないですよ。本当ですよ。面倒だったんじゃな。そういうわけで男性陣は引き続きそうなルックってことで。早乙女先生、なかなか似合ってますよ。そうですか、よかったって。よくない。ねえ、まだですね。もう少しです。もう少しって、こんなところに一体何があるというのかしら。あ、いました、いました。森の方には動物とかいるんじゃないですか？クマとか？クマは食えないだろう。どちらかというと、食われるですよね。それって、シャレにならないですよね。友達なんです。そうなの。でもクマよ、ガオーってくるあのクマよ。ガオーガオガオ。あなたに危害を加えたりしません。安心してください。美しいお嬢さんと言ってます。まあ、クマなのに紳士的なのね。ガオガオガオ。まあ、手を貸してくださるの？ほんと、大丈夫そうね。私、南條美沙夫よ。よろしくね。ガウン。あ、これ、お魚？こんなにたくさん。ガウ、ガウ。近づきの印にどうぞ。だそうですよ。助かるわ。ありがとう、クマさん。釣りの場所を探している時に出会ったんです。そうなの？はい、事情を話したら食べ物を分けてくれて。彼、ずっと一人ぼっちで寂しかったそうなんです。そうなの。それじゃあ、これからは私もお友達にしてくださるかしら。ガウン。あ、そろそろ戻らないと。それじゃあ、クマさん、また明日ね。さようなら、クマさん。
だが今までウサギさんが持ってきたお魚、もしかして全部彼が？そうです。でも、なんで私にだけ教えてくれたの？南條さんなら仲良くしてくれると思ったし、それに？おお、今日も大量だな。なんだ、南條も一緒だったのか？先生、それがね、森のクマさんがお魚をいっぱいくれたのです。あ、何言ってんだ。そんなメルヘンなことばっか言ってると社会に出た時苦労するぞ。え？いや、そうではなくて。ほらね、他の人は。肉食べたい、肉。体がなまって仕方がないな。あ、そうだ、クマでも襲ってくればいい運動になるな。よし、クマとやる気かよ、あんた。怖いこと言わないでくださいよ。クマなんて出たら私心臓が止まっちゃいます。クマの肝は、まあ、通称クマの胃というがな、こりゃ万病に効く薬での。赤いハンカチの近くに罠を仕掛けてきたんで気をつけてくださいっす。イノシシでもかかればいいっすね。クマでもいいっすけど。困りました、クマは一度しか料理したことないです。あ、クマでも何でもいいから肉食いたい。皆さん鬼ですわ、鬼。この鬼嫁。なんだよ鬼嫁って。ここ数日雨ばかりで外に出られませんでしたからね。テレビ見たい、ゲームしたい、漫画読みたい。天才も案外俗物的ですね。わがまま言うな、ちびっこ。ちびっこ言うな。芹沢は演劇部だろ、みんなを指導して劇をやれ。またそんな無茶を言う。じゃあお話、なんかお話聞かせてくれないと眠れない。子供かお前は。いや、子供なんだけど。いいからお話ししろ。サムライト嫌がらせするぞ。天才的にすごいやつだぞ。セリザワ、あの調子では宮本先生は本当にやりかねん。ここは一つ。あ、しょうがないな。それじゃあ、みんな知ってそうなところで、あ、ロビンソン・クルーソーなんてどう？それって無人島から出られなくなる人の話じゃ。セリザワ。あ、ごめん、今のなしなしね。それじゃあ15少年漂流記にしよっか。あ、それ知ってますわ。確かイカダを作って島から脱出しようとして漂流するってストーリーでしたわ。やっぱり私たちもう日本には帰れないのかしら。そんな、あれセリザワ、お前が悪いんだろ。お前が変なことばかり言うから、なぜか私まで帰れないような気がしてきたじゃないか。リザワ、みんなを不安にしてどうする？そんなこと言われたって。なんだよ、このブーギー。あの歌とは、ずいぶん楽しそうだな。だって、雨の日ってワクワクしません？ワクワクはせんが、飲み水は確保できるからありがたいな。夢がありませんね。私、雨の時はいつも泥まみれでしたから、こうして普通に傘をさして歩くのが楽しいんです。葉っぱで作った傘だけどな。それもなかなかおつなもんですよ。変なやつだ。私、こんなに楽しいサバイバルって初めてです。
サバイバルって言葉は似合わないわ。正直もうしばらくここにいたいなって思います。そうだな。でも私らには少し暖かすぎる気もするよ。さてと、せっかく外に出たんだし何か食料を調達して帰るか。そうですね、私も一緒に探しますよ。別に付き合ってくれることはないんだぞ。一人より二人の方が楽しいですよ。ふん、勝手にしろ。ただいま。ずぶ濡れっすよ。でもいろいろと食料を調達してきましたよ。おかえり。なんすかこの空気。あらあら、芹沢さん、なんかやっちゃいました？いやあり、私は無実だからね。なんだよその目は。はーい、朝ごはんですよ。みんな起きてください。起きないと食べますよ。おいで。おはようございます、宮本先生。メディア、今なんか変なこと言った？いいえ、何も。宮本先生ったら寝ぼけてたんじゃないですか？そっか。まあいいや。ところで今日のメニューは？おいしいお魚ですよ。今日はその辺にあった草で煮込んでみました。食べれるのかよそれ。もちろんです。しかし、また今日も魚か。宮本先生はわがままじゃの。食べられるだけでも幸せなんじゃぞ。そりゃそうかもしれないけどさ、はっきり言って飽きた。なんならキノコとか取ってきましょうか。先生、キノコに詳しいのか？いや、全くわからん。わしらを殺す気か？いや、それだ。よし、朝ごはんを食べたら山へ行こう。わーい。都です。日本を離れて1週間。日本は今冬でしょうか。こちらは毎晩蒸し暑い日が続いています。お母さん、帰ったらすき焼きが食べたいです。みやこくん、わしはそろそろ芋以外のもんが食いたいの。そんなの私に言われたって。そうじゃの、肉が食いたいな。肉なんて、こんな無人島には牛も豚もいないわよ。いやいや、何も牛や豚だけが肉ではなかろ。例えば？そうじゃの、一度メディア君に熊の肉で料理を作ってもらったことがある。いや、あれは案外いけるぞ。熊って、教授の方が食べられるオチじゃない？嫌じゃん、芋以外のもんが食いたい。それじゃあ、はい、これ。なんじゃ、キノコではないか。美味しいわよ。ほうほう、おりゃうまいわい。そう？じゃあ食べられるのかな。本当に美味しい。みやこくん、このキノコはどこで？そこに生えてた。おお、なかなか良いの。こんな間近に美味しいものが隠れていたと。ちょっと変な声出さないでよ。急に楽しくなってきた。まだ登りますの？私も足が痛くて。もうすぐ山頂だ。そこまで行けばあとは下るだけだからな。頑張れ南條。これは食べられるかな。ナナ、これ美味しそうじゃない？あっちいっぱい生えてたぞ。それ食べられないっす。つうかむしろ毒だ。食べると笑い死ぬぞ。これもダメなの。くそ、むずきだ。あいつらはダメですね。このキノコなんてどうでしょう。な
なんでお前はもうあからさまにダメそうなのばっかり持ってくんだよ。それ一本で軽く100人は殺せるっすよ。え、こんなに微妙そうなのに。じゃあ食ってみろ、そして身をもって実感しろ。ほほほほ、山頂に着いたぞい。いやはははは、景色がいいの。本当に海がとっても綺麗ですね。そんなの見てる余裕ありませんわ。ん？ねえ、あれって船じゃない？え、船？どこどこ？あ、本当だ。みんな、船が近づいてくるよ。何？みんな、急いで海岸まで、急げ。あれを逃したら、次のチャンスはいつになるかわかんないぞ。あー、わしを置いていかんでくれ。わーい、わーい、みんなー、五十嵐先生だ。船の上に五十嵐先生がいるよ。やった、助けに来てくれたんだ。おーい、こっちだー。喜びが一転して阿鼻叫喚の渦へ。なんてことになったら大変ですね。メディア、もしかして楽しんでるっすか。あれ、なんか船止まった。ボートを出してこちらに来てくれるんじゃなくて。嫌な予感。気が合うな、私も嫌な予感。うわあ、何かが船に絡みついてます。うわあ、タコが、巨大なタコが船体に。嘘だ。無事だったみたいね。よかったわ。五十嵐先生、一体何が。いや、巨大なタコに襲われた時はどうしようかと思ったわ。ま、なんとか船を爆破して奴は退治したんだけど。あれ、みんなどうしたの。助けに来たのよ。はっ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 は。海の底かな。タコと一緒に。タコ、もったいなかったですね。もうやだ、疲れた。は？な、何があったんじゃ。みんな黙りこくって。誰か教えてくれ。洞窟の中からこんにちは。都です。この島に来てから1週間以上経って初めて調査の内容を知りました。この洞窟に生息する新種の生き物を捕まえるのが目的だそうです。それなら最初の1週間は何だったんだという疑問はこの際考えないことにします。お母さん、新種の生物を発見したら私も有名人でしょうか。心配せんでもいい。そいつはフルーツを食べるコウモリじゃ。人は襲わんよ。脅かされた上に襲われちゃたまんないわよ。あんたなら余計襲われないんじゃないの。まあ、ミヤコくん、怖いのかね。別に怖くなってないわよ。その割には随分とサボイは立っとし、震えとるようじゃがの。教授こそ、私の後ろにぴったりくっついてるじゃないの。これには、まあ、合理的な理由があるのじゃよ。嘘つけ。そんなことより、新種の生物ってどんな姿をしてるの。頭にある長い触覚で獲物の血を吸うらしい。そんなのがいるの。特徴は小柄な体に大きな頭。まるで人のうめき声のような鳴き声をしていたそうじゃ。今何か聞こえなかったかね。気のせいじゃ。ほれ、やっぱり聞こえたぞ。本当にうめき声みたい。しかも、だんだん近づいてくる。さあ、我が助手、宮子くん、
見事あれを捕らえるのじゃ。え、なんで私が。教授が行きなさいよ。いやじゃ、わしゃ怖いじゃ。逃げた。あ、ちょっと待ってよ。みなさんとハグリでさまよううちに こんな洞窟の中に誰かいませんか。ここはどこ。このままじゃいけないと思うんですよ。え、唐突になんじゃ犬神。先生方に集まってもらったのは他でもないです。私はみんなここでの生活に順応しすぎていると思うのです。いいじゃん順応しても、実際かなり快適なんだし。うん、そうそう。あとはこれでお酒があれば完璧ね。誰か作り方知らないかしら。先生たちまでそんな無気力なことを言わないでください。そこも寝ない。いや、僕は犬神の意見に賛成ですよ。ここじゃマラソンくらいしか体育の授業ができない。ん？それでもいいのか。早乙女くん。はい。うるさい。はい。先生たちは帰りたくないんですか。いや、帰らなくちゃいけないでしょう。帰っても忙しい日常が待ってるだけだものね。社会人って案外辛いのよ。今帰ったって論文の締め切りくらいしか待ってないもん。いや、ぜひ帰るべきで。早乙女くん、うるさい。犬神、僕はお前の味方だぞ。早乙女先生は少し黙っててください。犬神まで僕を。いや、わし、寝ておったかな。まあまあ、その話はまたにしよう、犬神。でも先生。何も急ぐことないじゃない。皆さん、お食事の用意ができましたよ。おお、ご飯の時間だ。今日はどんな料理かな。は、腹が減ったの。ほら行きましょう。早く行かないとなくなっちゃうわよ。行ってしまった。なんで私以外はみんな緊張感がないんだ。そう気を落とすな。早乙女先生、みんなはああ言っていたが、僕はお前の意見に賛成だぞ。早乙女先生に賛同されてもやんわり拒否された。犬神、そっちはどうだ。大丈夫です、水漏れはしてません。よし、じゃああとは焼いた石を入れれば完成だな。できたのか、お風呂ができたのか。まあまあ、もうちょっと待ってください。すぐにお湯が沸きますから。私が思いつきで言っただけなのにごめんなさい。仕方あるまい。女性陣全員から風呂を作れと脅迫されればな。そろそろいい湯加減だな。おいみんな、お湯が沸いたぞ。無人島でお風呂に入れるだなんて思わなかった。で、早乙女先生と犬神くんはいつまでここにいるのかしら。あ、すみません。さすがに疲れましたね。こればかりは力仕事だからな。男での出番ってやつさ。うちの先生は早々に腰を痛めてリタイアしましたがね。また水着着用なの？だって恥ずかしいんですもの。なんだ、脱いじゃい脱いじゃい。ちょっとやっよ。でも本当に気持ちいい。無人島も案外快適ね。早乙女先生と犬神に感謝しなくっちゃね。これでインターネットさえあれば快適なのにな。そりゃさすがに無理だろう。甘いものってなんとかならないんでしょうか。なあ犬神、何ですか。こういうのも案外いいかもしれんな。そういえば、そうですか。満天の星空、潮の香り、そして湯煙、日本にいたらなかなか味わえないぞ。確かにそうかもしれませんね。そうだ犬神、後で背中流してやろうか。結構です。
おはようございます。ああ、メディア君か。さよう。今日もお元気ですね。いやー、昔から早朝というだけで無駄に気分がハイになるんですよ。まあ、それはお気の毒に。いやー、それほどでも。じゃあ、少し走ってきます。とぉ！お気をつけて。うわ、おはよう。今日の朝ごはんはなんだ？宮本先生、おはようっす。今朝はベホイミ特製タロイモのスープがあるっすよ。なんだよ、またそれかよ。他になんかないのかよ。文句を言う子は食べなくても結構っす。前から言おうと思ってたんだけどな。お前の料理ダメだ。私の料理のどこに問題があるって言うんすか。全部だ全部。味、見た目、舌触り、喉越し、全部問題ありだ。好き嫌いを言う子は大きくなれないっすよ。お前に言われたかないやい。バーガーバーガー。いつもの朝ですね。それじゃあ私も海岸のお掃除を。あら、まあ、霧の向こうに何か影が見えますね。船ではなさそうですし、島かしら。霧の向こうに島？ええ、確かに見ましたよ。こんな大きい影。うん、レンズ効果で島が見えた。何ですかそのレンズ効果って。うっせ、そういうのがあんだよ。帰って自分で調べろ。ひどい。どうやらかなりの近距離に島があると断定していいな。そうっすね。しかしな、いくら近そうだとはいえ泳いでいくわけにもいかないでしょう。うん、イカダでも作っておけばよかったわね。今更言っても仕方ないですよ。じいさん、ついにお迎えが来たのか。へい、黙らしちゃえ、縁起が悪いこと。わしゃまだピンピンじゃえ。ヒヒヒヒ、こんなこともあるかとな。わしは密かに船を作っておったんじゃ。それに乗っていけば、その島まで行くこともできようぞ。船？先生、そんなものいつの間に。いや、かなり前から準備はできておった。そんなに前から船が完成してたなんて。先生、先見の明というやつかな。ほれ、もっと尊敬してもいいのじゃよ。なんでさっさと言わないんだよ。は、そうだよ。あ、まさか一人で脱出しようとか考えてたんじゃ。いやー、違うわい。じじい、今完全に動揺したっすね。したのは。そんなことを考えていただなんて見損ないました。お、なぜじゃ、どうしてじゃ。ここはさすが用意がいいと称賛するところでありますぞ。大人ってな、汚い生き物っすね。暑い、ジメジメする。うちに帰りたい。都です。洞窟の探索をしたと思ったらまたジャングルに逆戻り。教授の無計画ぶりには怒りを禁じ得ません。こういう人を親に持ったら子供は大変だろうなぁと感じています。とりあえず帰ったらお母さんに親孝行したいと思います。ちゃんと家に帰れたらの話だけど。朝だ、朝だぞ。今の何、人の声。わからん。ゴリラの雄たけびかもしれん。ゴリラ？ゴリラって人を襲うんだっけ。彼らの縄張りを荒らしたとなるとその可能性もある。ああ、もう嫌。早くお家に帰して。ろくな調査結果も出ておらんうちに帰れるか。それとも何か宮子くんが調査費用を出してくれるというのかね。無理やり連れてきといて逆切れするな。ああ、身を伏せるんじゃ。洞窟を歩いてるうちに泥まみれになってしまいました。臭いでしょ。
真っ黒い体に大きな頭、そして頭に生えた2本の触覚。報告通りじゃ。なんかどこかで見たような形なんだけど。大きな声を出すな。せめて海岸まで出られたら。気づかれなかったようじゃ。ねえ、さっきの洞窟からわしらを追いかけてきよったんじゃ。じゃあ、あれが新種の生物ってやつ？おそらくは。あ、だったら捕まえるチャンスだったじゃない。全くその通りなんじゃが、実は何も道具を持っとらんので、捕まえたくても捕まえられん。そういうことはもっと早く聞け！いて！おお、思ったよりも本格的だな。これなら全員乗れますね。これ、先生お一人で？おお、見事じゃろ。わしの自信作じゃ。その名も行進馬。バックス号ってのはどう？イカダの名前か？名前をつけた方が愛着も湧くかもしれないな。じゃから船の名前は行進馬。じゃあ荷物を積んだら早速バッカス号の就航よ。なんで酒の神様の名前つけるんじゃ。バッカス号万歳じゃ。なんで泣いてるんだ。あのさ、黙れ。この船さ、ルーナ、進んでんの？それとも止まってる？いざ海に出てしまうとよくわからないものだな。島も全然見えてこないっすよ。多分進んでないんじゃないかと思うんですけど。ルーナ！急に波が高くなってきたわね。雲行きも怪しくなってきたぞ。嫌な予感じゃ。雷！お前ら落ち着け。落ち着いて、おへそを隠せ。宮本先生が落ち着いてください。本格的に嵐っすよ。こんな船じゃすぐに転覆してしまいますね。楽しそうに言うな。わー、揺れ、落ちる。みんなしっかり捕まるんだ。こんな嵐でくじけてたまるか。みんなで力を合わせて絶対日本に帰るんだ。落ちる。あ、ビッグウェーブ。でかっ。絶体絶命のピンチ。今こそ私たちの出番っす。行くっすよメディア、みんなを助けるっす。はい、ベホイミちゃん。でもどうやって？書くなしかよ。いやー、ひどい嵐じゃ。とりあえず雨の忍び合い、いやしのげる場所を探すぞ。あれ教授、変な洞窟があるわよ。おお、渡りに洞窟とはこのことじゃ。なんじゃこれは。明らかに人が住んでた形跡ね。焚き火がまだ暖かいし。まさかこの島には原住民がおるのか。原住民って、あの人食いとか首刈りとかっていうあれ。宮古くんはテレビの見過ぎじゃの。うるさいわね。しかしこれまで人の住んでいる痕跡は全く見当たらなかったのに、なぜこの場所だけ。ねえ、これってベッドじゃない？確かにベッドに見えるが。あ、見て、壁に絵が描いてある。絵とな。どれ。小さい女の子がすっごく怒ってるわね。この周りを人々が囲んでる。もしやこれは原住民の壁画。壁画にしてはタッチが漫画っぽいんだけど、でも下手すぎてわからないわね。これを見たまえ。食料じゃ。
魚の干物に、これはタロイモのスープか、うん、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。宮子くんは腹は減ってないのかね。そりゃ減ってるけど。食われる前に食えと言うじゃないか。わしゃ食うぞ。ほれほれほれ、この絵、なんだかすごく身近な風景のような。目安心してください。全員無事です。そっか。そういや、ここはどこだ？それが、ねえ。元の島に逆戻りしてしまったみたいっす。アッカス号に乗せた荷物は全部流されちゃいました。船もバランバラン。また材料を集めるのに何日かかるかの。振り出しに戻ったってわけか。せっかくこの島を脱出できると思いましたのに。とりあえず洞窟に戻って今後の対策を練りましょう。やっと海岸まで戻ってこれました。はあ、体も洗えたのでこのままみんなのところへ戻っ、あれ、なんだろう、水平線のあたりに、はあ、あれは、はあ、懐かしの我が家か。もう二度と見ることはないと思ってたのに。お腹減ったな。バッカス号に積み切れなかった食料が洞窟に残っているはず。ああ、どうした早乙女。食料が食い荒らされてるっす。しましょう。気をつけろ、奥に誰かいるぞ。食料を盗んだ犯人かもしれん。とっ捕まえてやる。行くぞ犬神。はい。うわーい、うわー、首を取らないでー。命ばかりはおたわむれを。いや、お助けを。いやー、原住民が。この食料泥棒め、おとなしくって。お前、上原か。って誰が原住民だ。え、あれ、わしなんぞ食べてもうまくないぞ。それよりあっちの若い娘の方がうまいし。あ、あら教授、お久しぶりです。メディア君。教授、なんでこんなところに。レベッカまでおるのか。っていうかベッキー、どうしてここに。しかもその格好は。あー、それは話せば長くなるんだけど。いや、もうカクカクしかじかというわけなんじゃ。いや、こっちはチンチンカモカモという次第ですじゃ。ああ、なるほど、いやらしいの。なるほどな。うん、なるほどな。いや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 、もうたまんないな、もう本当に。あれでわかったの。でもめちゃめちゃうなずいてるっすよ。それで教授、なんだね。調査というからには帰りの手段も用意してあるんだろ。おお、もちろんじゃ。迎えの船がそろそろ来る頃じゃよ。みんなで一緒に帰ればいいだろ。皆さん大変です。バルウサギさん、どこに行ってらしたの。皆さんが置いてったんじゃないですか。あ、いえ、そんなことより、船です。でっかい船が来てますよ。おお、それじゃそれじゃ。私たち帰れるのね。やったー。やれやれだな。さあみんな、海岸まで行って船を出迎えようじゃないか。早乙女くん。はい。仕切るな。すみません。早乙女くん。はい。つまんない。おーい、こっちこっち、こっちじゃない、こっち。これで、こう
今回の遭難騒動も一件落着だな。振り返ってみればなかなか楽しかったな。あの先生、なんだあの船、なんだか黒い煙がもくもくと。何？嫌な予感。何？おい、まさか、やめろ、やめろ。うわー、なんで終わりかよ。死にをバカしや、わしゃ、いいじゃろ。ボリューム2、副題はまだ決まっていません。収録が終わりました。いやもう今回パート1も含めると5枚目ということで、いやもう素晴らしい感じなんですけども、今回もチーム分けして皆さんにフリートークをしていただきたいと思っております。それではまずチーム熊野美沙を、南條美沙を役のバタメヒトミです。ガウ。あ、本当にそれしか言わないですか。ガウ。じゃあ、熊さん役の長野さんです。ガウガガガガ。今回はどうでしたか。ガウ。あ、なるほど。ガウガガウガウ。あ、身振り手振りでやっております。ガウ。聞いてる人には何もわからない。ガウ。楽しかったと、ガウ、そう言っております。ガウ。ではそんなわけでチーム熊野美沙央でございました。ガガガウ。次のチームの人たち、はい、はい、チームゆかりゃん。バラバラやん。ゆかりゃんだって言ったろ。みんなだって言ったから。大体にしてみんなだよ。まあそんなことで、無人島っていうことで、なんで、あ、芹沢あかねさんも。はい、芹沢の沢城みゆきです。はい、メディアをやらせていただきましたゆかなです。ゆかにゃんです。あれですね、はい、ゆかなさんは、はい、得意料理は豆腐ですと言って豆腐を豆から引く人なので、無人島へ行っても大丈夫ですね。だって無人島に豆があればね。だって豆から育てないと、うん、一粒とかあればね。そうね、うん、まあ、結構気の長い話ですけど、みんなはうちに来てパンを焼いてくれるって言ったでしょ。いつ焼いてくれるの。はい、はい、無人島の料理講座でした。はい、失礼します。さあ、全く噛み合ってない二人、ありがとうございました。そして次はチーム嵐。はい、はい、よいしょ。はいはい、五十嵐先生役の原沙耶香です。はい、早乙女の岸裕二です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。先生は一応大人なんですけどね。大人ですね。大人なんですけど、生徒たちにいじられっぱなしでしたね。いじられっぱなしの上に、五十嵐先生にはもうなんか突っ込まれっぱなし。あ、でもなんか楽しかったです。なんかだんだん射程な感じになってきましたね。はい、多分五十嵐先生にとっては早乙女先生はこういじりがいのあるペットみたいな。ペットか。はい、ペットかよ。はい、なんか新しい形ができてきた感があるので。そうですね、もっと行きましょうかね。このコンビネーションを。よし、はい、よいしょ、行きましょうよ。はい、はい、以上、嵐でした。ありがとうございました。さてさて、続きまして、皆さんお待ちかね、ジジイの登場です。チーム桜組。イエーイ。役でもジジイ、家へ帰ってもおっかないがジジイと呼び上がる大竹ひろしです。はい、そしてチーム名の由来になりましたウクレレ桜子役の桑島みゆきです。お疲れ様でした。お疲れ様。ところで桑島さんは一人者かな。あ、一人者でございます。わしも一人者が大好きでね。なんて答えていいかわかんないんですけど、私もなんと言っていいか顔が赤らんできたわい。何も言えない。一度背中を流したりな。こらこらこら。まだやばい。やめた。たありがとうございました。さあ、あとはお二人でゆっくりどうぞ。認めちゃった。はい、そして最後にじゃないや、その前に、チームその他の人たちです。わー、
はい、どうもどうも。チーム、値札つけっぱなしでーす。ね、なんでこんなチームやかよくわかりませんが。はい、まあ、後でゆっくりね、説明してください。はい、説明します。はい、犬神剣役、腹が鳴りました、伊藤健太郎です。そして、つけっぱなしにしてしまいました、ベホーミ役の山本マリアです。はい、初参戦です。宮田明役、新谷涼子です。はい、というね。で、どうですか、新谷先生。はい、初めて参加して。初ですが、パニポニね。はい。パニってポニって見ましたけども。さっきからね、パニポニが何の意味なのかっていうのをずっと聞いてるけれども。でも、マリアちゃんはパニックポニーって言ったからね。ポニー出てこないけどね。でも私、今日の伊藤さんのベストヒットは、竹のところ。私も私も受けた。なんかこう、あった、なんか。竹は。便利ですよ。何にだよ、何に使うんだよ。すごい好き。ちょっとね、そこに気持ちを込めました。とてもね、素敵でしたね。マリアちゃんはもう だいぶ長いよね、これ。長いね、うん、ただもうなんか、そう、今回、そうですよ、メディアちゃんがですね、はい、今回から参戦ということ で、ね、原作をね、読まれてる方は、うん、まあ、あのベホーミちゃんとメディアちゃんの、うん、なんですかね、こう因縁の対決的なものもね、ちょこちょこ見てくれてると思うんですけど、はい、ちょっとね、今日シリアスなのが収録してあったので、ね、すごかった、かっこよかった、楽しかったです。そこだけ背景が違ってたよ。ちょっと違ってちょっとね。はい、でもあのパニポニ本当にね、楽しい作品なので ね、うん、まだまだ続くそうで、あ、次出るかな、アキラ。あ、てかもう それに関してはみんながいつも、あ、そうなんだ、収録が終わると次出るかな、うん。やっぱそうなんだ。クラスごとにセカンドシーズン出てないもんね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、クラスごとになっちゃうとね、うん、今回はあれ D 組の話だけど、そうか、このまま遭難し続ければ出るんだよね、きっとね。そういうことだね。そうだ、あとだから基本的にベッキーがいれば CD にはなるから。そっか、じゃあチワちゃんと仲良くすればいいんだ。え、はい、ということでそんな3枚目を期待しつつ、ね、ベッキーこっちおいで、こっちのクラスの方が楽しいよ。フリートークでも伊藤さんは良識派ですね。え、もうなんとかね、まとめないとって、ね、ありがとうございます。じゃあ竹は便利だって最後に言ってもらいます。そうですね、はい、じゃあチーム竹は便利だ。変わっちゃった、変わっちゃった。どうもどうも、なしなし調査隊の教授役、尾形圭一です。上原美也子役の堀江由衣です。いや、由衣ちゃん、いきなり無人島に来ちゃったね。そうですね、なんか最初から無人島に行くって教えてくれてたら、いろいろね、物持ってこれるのにですよね。ああ、そうだよね、はい、例えばどんな物持ってくる？無人島に持っていくもの、うん、私だったら、うん、テレビ。お、電源どうする？なんかソーラー電池とかになんとかならないものですかね。おー、すごいな、いろんなことを考えてるね。なんか寂しくなっちゃう。でも最初にやっぱり食べ物が大事じゃないかな、ね、生きていくためには。え、尾形さんは何を持っていかれますか？まあ、例えばあのキャラメルとかチョコレートとかあのピクニックにだな。かわいいな、ほんとピクニック気分ですね。かわいいもの持って、まあ、とりあえず気づくっていうところはな、うん、まあ、おむすびもそうだけど、はい、カップラーメンとかお湯はどうするんだとかいろいろあるじゃんね。いろいろありますね、うん、やっぱりそうだな、無人島で生き残るのはきっと大変なんですね。大変ですよ、だからサバイバルなんてのはね、はい、うん、結構なもんじゃないですか、あれは。本当に、うん、そうですよ。でも一番きっと持っていくと楽しいのはこの CD ですよね。あ、うまいな。もう3段目を狙ってるでしょ。あた狙ってます。アニメ化目指して頑張ります。それはいいですね、はい、これはぜひやっぱアニメ化してもらいたいね。はい、それでこの無人島の話もぜひね、やってみたいな。いや、面白いですからね、はい、これ、はい、これほどいい加減に物事進んでるっていうのはあんまりないですからね。あ、それはもちろんいい意味でですよ、うん、いい意味ですよ、もちろん。え、こんな言い方したらあんたもう怒られますよ、ね。はい、でもこれはあの、うん、争いがなくてとてもいいですね。はい、うん、結局私たちもみんな帰れたんだか帰れてないんだかってところで、すごいところで終わってますもんね。そこがいいとこじゃないですか、はい、で次やっぱり期待しますよね。はい、いいところで続きが気になります、うん、ね。はい、まあしかし本当に面白い本書くな、この人は。本当ですね、うん、どこの人なの、この人。どこの人ですかね。ストーリーは、ストーリーワークスってな。いやいや、その会社の名前じゃなくて、会社の名前、どこで住んでどこで育った人なのかとか。どこでですかね、うん、氷川っていうぐらいだから、はい、なんか氷川神社とかありましたね。あ、神社でお生まれになる。あ、なるほどな。でもヘキルっていう名前も珍しいよね。珍しいですよね、うん、一体なんかドラマの中に壁画ってのが出てきましたけど、出てきましたね、うん、
壁画は、あ、そうだ、はい、あのね、今のドラマ2人で展開してたじゃないですか、はい、その中に私があなたの名前を入れ込んでるところがあるんですよ。はい、私全く気づかなかったんですが。でしょう。はい。これまあ CD 聴く人もどこに入ってるか探すの楽しみだった。そうですね。もう一度じゃあ頭から聞き返してほしいですね。はい。ぜひ岡田さんの教授のセリフに注目です。はい。はい。ということでありがとうございました。どうもどうも。はい。ということで最後、チーム黄金のツートップ。せーの。ベネーソーでーす。お疲れ様でーす。やっと終わったね。やっと終わりましたね。うん、あの、私たち最、ちょっと今日気がついたんですけど、うんうん、あれなんですよね。前の巻で活躍すると、次の巻で出てこない法則を、ちょっと発見したんですよ。だから今日いっぱい喋った人はちょっと覚悟した方が。そう、危ない。みんな気をつけて。気をつけて。わしは前回で出ておらんぞ。あ、そうですよ。活躍してたからですよ。そうですよ、きっと。そうですよ。おかしな法則が散歩にはあるかもしれないです、ね。だから、この地味なままこう、ね。そう。細々とやっていきたい。あの、皆さんに対してはテンション上げてねーってこういうダメが出るんですけど。でも私たちは、あまり上げないんでしょ、ね、そう、テンション上げたら負けだみたいなね。そう。気持ちでやってますよね。抑えたところでやってます。そう、あと今日は。上げていけ今日は、後ろにですね、メス操作がね、ずっとね、そうなんです。ぬいぐるみが覗いてるんです。あ、かわいい。そう。そのぬいぐるみがなんかできたみたいで、これ発売されると嬉しい。ね、欲しいですね。はい。ということで、はい。黄金のツートップ、せーの。ベネソーでしたということで、この次も決まっておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにしててください。ということで、みんなでバイバイしましょう。それではまた！バイバーイ！あれ？あー。